どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、東京虎ノ門に来ております。で本日はですね、こちらのホテルです。はい、見えておりますでしょうか。こちらちょっと暗いですけども、東京エディションホテル虎ノ門ですね。本日はですね、こちらに一泊ね、お世話になろうと思います。で今ですね、午後の、もう3時を過ぎておりますので、もうねチェックインできると思いますので、早速ねチェックインしていきたいと思います。こちらですね、2021年にね、何月だったかな、ちょっと開業した日付をね忘れてしまいましたけれども、まあ、最近ね開業したホテルということで、かなり綺麗なんですよね。個人的にはねかなり楽しみにしておりまして、やっとね宿泊地に来ることができました。ということで早速ねチェックインしていきたいと思います。ということで中に入ってきました。今ね、あのチェックイン待ちということで、このね、あのジャングルの中のね、あのところでソファーに座って待っております。こんな感じのね、ソファーエリアになってまして、いや高級感がね、本当にすごいですね、このホテル。はい、ひとまずね、あのもう3時過ぎているということで、もうそろそろね、チェックインできるかなと思いますんで、この辺でね、待っていきたいと思います。いや本当にすごいですね、これ。あの写真ではね、この緑が結構あるのをね見てたんですけども、こんなに多いとは思ってなかったですね。はい、本当にねこんな感じなんですよ。すごいですね。ということでもうしばらくこの辺で待ちたいと思います。ということでね、チェックインね結構待ちましたね。残念ながら1時間までいかないですけど、30分ぐらい待ちましたね。ということで、今回ね3431ということで行きたいと思います。私もね、まだ中を見ておりません。どうでしょうか。おー、わーすごちょっともうカーテンが多分今開いちゃったのかな。いやすごい、東京タワー目の前。いやこれはすごいですね。いやちょっともう見えちゃったんで、こっちから行きましょうか。今回ね、客室名を忘れてしまった。ポイントで今回予約させていただいて、一番下のね、客室に予約入れたんですけども、こちらね、東京タワー側にね、アップグレード、まあアップグレードっていう感じですかね。一応ね、東京タワービューは多分入ってなかったんで、はい、ありがたい限りですね。まずベッドがねこんな感じで、かなり大きいですね。ではベッド周りから行きましょうかね。まずこちらに USB と、こちら Bluetooth のスピーカーですかね。あと AC と USB ポート、あとね、電気制御するボタンと、カーテンとかもね見えますかね。はい、全部ね自動で制御することができます。あとこちらにね、電気があって、枕が4つですね。いやベッドはかなりでかいですね。かなり大きい、入らないちょっと私のレンズだとちょっと入らないですね。かなり大きいデラックスベッドとなっております。で反対側にこちらも一緒ですね。コンセントと USB、 そうですね、電話等々があります。あとねメモ帳とかもね置いてありますね。引き出しとかは特にないですね。はい、ということでこちらですよ。この景色すごいですね、本当に。いやすごいこれは本当にすごいですね。東京タワー目の前ですね。付けとねソファーがありまして、こちらねソファーのこの一人掛けのね椅子もあるんですけど、なんですかねこちら、ふわふわの生地のね、あの毛がちょっとついてるような、まあ、そんな素材となっております。でテーブルもですねこんな感じで、かなりおしゃれですねこれ。はい、こんな感じになってます。でこちらが3人掛けのソファーですかね。いやありがたい、こちらはいいですね。ソファー座りながらね、まあ、ちょっと角度的には逆になっておりますけども、東京タワーね眺めることができますね。でこちら側にですね、絵ですかねこれ、すごい素敵な絵が
飾ってあります。でこの景色ですよ、本当にめちゃくちゃすごいなこれいやすごいですね本当に。ちょっと斜めにはねなってるんですけども、まあでもね正面って言っていいんじゃないですかね。いやこれはすごいな、多分私泊まってきた中でこんなに綺麗に東京タワー見れたの初めてかな、客室からだと。昔ねプリンスパークタワーっていうね、ちょっとどの位置かはね分かんないんですけど、泊まった時もね非常に綺麗な東京タワー見えたんですけども、これは本当にすごいですね。で右側見るとね、今ちょうど夕日が落ちる時間帯ということで、かなり綺麗な夕焼けがね、見えておりますね。いやこれすごいな、これこれはすごい。このエディションホテルね、かなり人気がある理由がね分かりますね。いやリッツカールトン東京ね、この前泊まりましたけども、東京タワーはねちょうど多分東京タワーのあの後ろのねビルだと思うんですけども、あの裏ら辺にねとリッツカールトン東京あるんですよね。ですんで東京タワーはねちょっとかぶっちゃってるんですよね。いやこれはすごいな、はい。ということで続き見ていきましょう。でこちら側にですねおしゃれなルームランプありまして、こちらにデスクですね、よいしょ。デスクはねこんな感じになってます。こちらもかなりおしゃれなデスクランプとリモコン、あとねハンドジェル置いてありますね。あとマスクもねこういう時期ということで置いてあります。でこれが何、これが何なんだ、あここにね電源があるんですね、はい、USB ポートと AC がね入っておりますね。あと東京エディションのね、サービスがこちらにね紙で書いてあります。でその下にゴミ箱がね置いてある感じですね。でこちら側にはですねテレビがあります。いやこれめちゃくちゃでかいな、はい、今まででナンバーワンテレビかもしれないこれ何インチあるんだろう、多分60ぐらいありそうですね。めちゃくちゃでかいですねテレビね。しかもこのすごいスッキリしてる、これはどこのテレビ、サムスンのテレビですね。いやすごい。ということでこちら側見ていきましょうか。客室をね反対側から見るとこんな感じですね。いやこちらもすごいスタイリッシュで非常にかっこいいですね。でこちら側に東京エディションのこちらミニバーですね、こちらのお水はね、無料ですね。でこのウォッカとかねこれは有料になると思います。あとこのこれもね無料で利用することができます。でコーヒーはネスプレッソですね。で上のね扉を開くとこちらに冷蔵庫があります。まあこちらはねまあ皆さんご存知の通りこの冷蔵庫はねありますけども、まあここら辺はねあのミニバーっていう感じなんで全て有料っていう感じですね。よいしょ。ですんでこのウイスキーとかねウォッカとか置いてありますけども、まあ、ミニバーが2つある感じですかね。で下にはですねあこちらグラスですね、よいしょ。引き出しにはね、グラスが入ってますね。こちらグラスでスナックですね。いや非常にたくさんの、すごいですねこの量は。めちゃくちゃスナックも入ってます。まあ、東京のねホテルということでこの富士山とかねそういうのも、モチーフにしたやつですかね入っております。いや非常にたくさん入ってますね。羊羹とかもありました。で一番下に金庫ですね、はい。ということで、あ、でこちらクローゼットですね、ガウンが入ってます。あ、これはまた気持ちが良さそうなガウンですね、はい。でガウン2つとあとは靴べらとかね、あと傘、あと上にはねシワを取るやつとかありますね。あとブラシと、でこっち側にはですね上に非常灯とかがあって、これはランドリーバッグですね。で下の方にはよいしょ、まあ、こちら東京のホテルということで浴衣が入っておりますね。でその下には空と、でスリッパはねあのクローゼットのね一番下に置いてあります。でですね入り口反対側が見るとねこんな感じです。入り口もね白い扉になっていて非常におしゃれですね。それは最後水回りですね。いやこちらもすごいスタイリッシュですね、はい。正面から見るとねこんな感じになっておりまして、でこちらにですね石鹸、あとこれはボディーローションですね。あと拡大鏡が隣にあります。
このボディーローションはね、持って帰っちゃいけないやつで、持って帰るとね、確か請求が来るって何かで書いてありましたね。で、下をね、見ていただくと、タオル、ドライヤー。これはね、ヘチマのスポンジらしいですね。で、あとグラス。あとこちらがアメニティ類ですね。ヘアブラシ。これがヘアブラシですね。あとカミソリ。入ってます。あとこれは何ですかね、これ。シェービングフォーム。まあ、大体のもの入ってますね。歯ブラシとかも入ってますし、シャワーキャップとかも入ってます。で、ここにティッシュ、あと奥にね、トイレットペーパーの替えがあったり、その下にね、体重計があったりします。では、エディションホテルのドライヤーは何なんでしょうか。はい、東京エディションホテルの、ドライヤーはこれですね。ちょっと分かりますかね、これ。ホルスティックケアーズ。いやー、これどっかで見たことある気がしますけども、ちょっとわからないですね。どこのブランドなんだろう。クレイツっていう会社のドライヤーがね、配備されております。それでは次にバスルームです。はい、ちょっと入っていきたいと思います。おー、で、エディションのね、アメニティはこれですね。これどこのブランドだろう。リラボって、ニューヨークって書いてあるな。はい、ちょっと気になりますけど、あれなんですね、ミニボトルタイプではなくて、完全にこのでかいボトルタイプなんですね。で、固定シャワーと、可動シャワーと、上にね、固定シャワーがついておりますね。それでは次にバスタブですね。ちょっとね、ドアを閉めましたんで、ちょっと声響いちゃうと思うんですけども、こんな感じになっておりまして、これがね、バスソルトですね。入っております。で、お風呂はどうでしょうかね。まあ、ちょっと見た感じでね、判断させていただくと、そこまでね、お風呂自体は大きくないですかね。ちょっとね、小さめ、最近泊まってるね、ホテルの中ではちょっと小さめな感じがしますね。ということで、あとはお手洗いですね。お手洗い大きいですね、これ。スペース的にかなり広い。こんな感じになっております。自動で開く系ですかね。そういうわけではないかもしれないですね。はい、という感じになっております。それではですね、今ちょうどね、日が暮れるぐらいのところで、いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。いや、すごい綺麗。ちょうど日が落ちる感じで、このね、夕日が東京タワーとかね、他のビルにね、日が当たって非常に綺麗ですね。いや、すごいな、これ。これはすごいですね。この東京エイジンホテルね、かなり人気ということで聞いておりましたけども、理由がわかるぐらいですね。いや、すごい。ということで、今回ですね、東京エディションホテルですね、一泊ね、お世話になります。で、こちらはですね、マリオットボンボイホテルのカテゴリー8のね、ホテルっていう風になりまして、まあ、リッツカールトンとかですね、まあ、こちらのエディションもそうですけども、一番ね、マリオットボンボイホテルの一番高いね、カテゴリーのホテルとなります。いやね、やはりかなりすごいですね。木をね、まあ、基調としている感じで、非常にね、高級感はね、すごい。またね、できて間もないので非常に綺麗ですね。で、今回ね、まあ、見ていただいた通りね、今回東京タワーはね、見える客室にしていただいたっていうこともありますんで、いやね、景色もかなり楽しめると思いますし、まあ、夜景とかもね、かなり綺麗なんじゃないかなと思います。で、このね、東京エディションホテルのね、ルームキーはね、こんな感じになっておりまして、非常におしゃれですよね。これ表裏でね、エディションっていった形になっておりまして、まあ、2枚つなげるとですね、エディションみたいな感じでね、文字がね、一つになるみたいなね、まあ、そういった感じになってるんですよね。ちょっとね、2枚同時にお見せしたかったんですけども、ちょっとね、今回家族で来ておりまして、妻にね、カードを渡してしまって、ちょっとね、並べてお見せすることができないんですけども、まあ、非常にね、おしゃれなルームキーというふうに、ね、なっておりますね。で、このホテルはですね、マリオットボンボイホテルのプラチナステータスの特典としては、まあ、ほとんどね、利用することができません。ラウンジもね、このホテルにありませんし、またね、このエディションっていうね、ブランドには朝食特典もつかないんですよね。
ですんで、マリオットモモイのプラチナステータス以上ね保有されている方であってもですね、残念ながら朝食とかもね無料でいただくこともできないっていう風になりますんで、まあ、今回ですね、あのプラチナステータスの特典で利用できるのはレイトチェックアウトのみっていう風になっておりまして、まあ、明日ね16時までね、あのレイトチェックアウトで利用することができます。で、今日もですね、このホテル自体がですね非常に混雑しているということで、あの満室みたいなんですよね。あのチェックインの際もね30分からまあそのぐらいね待ったわけなんですけども、まあ、本来チェックインって3時じゃないですか。ですけども、まあ、実際にチェックインできたのがまあ4時近かったということもありますんで、あの非常に混雑してて、まあ、それでね、あの満室の影響で、まあ、チェックインがね遅れたっていうね説明をいただきました。まあ個人的にはね別に全然いいんですけども、まああの結構ねチェックインの際にね揉めてる方もね、あの左右でいらっしゃいまして、ちょっとね気まずい感じでしたね。はい、まああのチェックインもね難しいですよね。レイトチェックアウトっていうこのプラチナステータス等々のね特典もありますんで、まあ、その兼ね合いでね、あの客室が開かないみたいなね、まあそういったのもねあるかなと思いますんで、まあ、結構ねあのそういった感じでね、あの対応されている方もねいらっしゃったので、いやちょっと大変だなと思いながらね、あのこっそりチェックインしたみたいなね、まあ、そんな感じですかね。で、このホテルにはですね、プールがね利用することができまして、まあ、このプールはね、まあ、予約制でね利用することができるみたいなので、まあ一応ね海水パンツね持ってきましたので、まあ今日か明日ね、あのタイミングいい時にね利用しようかなと思います。で、プール自体はですね、残念ながらね、3歳以下のお子様は利用することができないということで、残念ながらね、今回子供連れてね来てるわけなんですけども、まあ私の子供はねちょっと入ることができないっていう感じですかね。今回ですね、あの東京エディションホテルね初めて来ましたけども、まあチェックインねちょっと遅れましたけども、まあ全然この客室めちゃくちゃすごいんで、まあ個人的にはね超いいですね。テンションめちゃくちゃ上がりました。で、このやっぱりね東京タワーが目の前で見えるって本当にすごいですね。いや、多分私が泊まってきたホテルの中で一番綺麗に、先ほども言ったかもしれないですけど思いますんで、あのチェックインね、あの遅くなりましたけども全然いいですね。で、今日のところはですね、特にねホテルの特典として何かつくっていうものは夕食もありませんし、で夕食時代はねちょっと外で取ろうかなと思っておりますので、まあ今日のところはですね、ちょっとね後で夜景だけはね皆さんにお見せしたいなっていうふうに思うんですけども、まあそのぐらいでね今日のところは終わろうかなっていうふうに思いますかね。いやね、ちょっと今回7万ポイント、いや違う、今回ね8万ポイント、あのね本来7万ポイントから10万ポイント、カテゴリー8だとね必要なんですけれども、8万5000ポイントのポイントセーバーがついて8万ポイントだったんですよね。なのにホテルは満室って、まあちょっとよくわかんないんですけども、まあポイントセーバーってたまに出るんですよね。そのちょっとポイントが少なく予約できるみたいなね、そういうのが出てて、たまたま今日それが出てたんですけども、まあホテル自体ね満室ということなんで、このポイントセーバーもねどういった感じで出てるのかちょっとよくわかんないですね。私空いてるからねポイントセーバーが出るんだと思ってたんですけども、まあ、そういうわけでもなさそうですね。まあひとまずですね、今回ね8万ポイントで少しねお得に泊まれましたので、かなりねありがたいですね。で、この客室ね一体いくらするかっていう話なんですけども、この客室ね、あの本日日曜から月曜の宿泊で、まあ一応明日平日なんですよね。ですんでそんなに高くなかったですね。5万円ぐらいだったので、まあマリオットボンボイのポイント価値としては1ポイント1円ではね使えてないんで、 0.7 とか6までいく行かないぐらいですかね。はい、っていうことなんで、まあ1ポイント1円ではねちょっと使えなかったんですけども、まああのちょっと空いてるかなと思ってね、今回日曜日から月曜日の宿泊でね利用させていただいたんですけども、満室だったということで、まあこれはちょっとね私の予想はね外れてしまったっていう感じですかね。ということで、このね眺めめちゃくちゃいいですね。じっくりね堪能したいと思います。それではですね、時刻は夜9時になりました。いや、いかがでしょうか、この夜景。いや、これめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっとねこれね、ちょっとホテルの柱がですねちょうど客室の前にあってね、これもう一個隣の部屋だったらね右ももうちょっと綺麗に見えたかもしれないんですけども、いやそれでもねめちゃくちゃ綺麗ですよね。はい、いやすごいな、これね。東京エディションホテルね、贅沢ですねこれはね。またね窓の前にねソファーもありますんで、ちょっとねこちらに座って東京タワーね眺めながらねお酒飲むなんてね、
まあ、そういったのもかなりいいですよね。ちょっと映ってるかね、わからないですけども、左奥にね、クリスマスカラーなんですかね。今日12月26日から27日にね、宿泊しに来てるんですけど、まだね、クリスマスが、まあ一応終わってるんですけどね、まだクリスマスイルミネーションみたいなね、そういったのがね、ちょこちょこありますんで、結構ね、綺麗ですね。いやー、この東京エディションホテルね、これ本当にアップグレードとかね、もらって、まあここね、36階建てて今回ね、34階なんで結構高い方なんですけど、テラスがね、ある客室とかもね、あるそうなんで、まあそういったとこ行ったらね、本当にめちゃくちゃ綺麗なんじゃないですかね。いやー、ちょっとまたね、宿泊しに来たいですね。ということで、東京エディションホテルね、夜景を皆さんにね、お見せさせていただきました。まあ今日のところはですね、ちょっとね、ここでお酒を飲みつつですね、休みたいと思います。いやー、めちゃくちゃ綺麗ですね。本当に目の前にね、東京タワーね、めっちゃ見えますんでね、これは本当にね、いいですね。ということで、今日のところはね、こんな感じで休みたいなと思います。朝になりました。今ね、朝の8時前ぐらいになりまして、朝食はですね、このホテルは特典でついてなくて、まあ、ルームサービスを頼むか、まあ、自分でね、このレストランで食事に行くかっていうこの2択なんですけども、今回ね、ちょっとレストランの方にね、行きたいと思います。ちょっとね、もうそろそろ8時ぐらいになるんで、まあ、レストランの混み状況によってはね、ちょっと変えるかもしれないですけども、とりあえずね、レストランの状況を見てね、利用していきたいと思います。それはね、早速レストランの方にね、行きたいと思います。それはね、朝食を終えて今ね、客室に戻るところなんですけども、今ね、ちょうどバーカウンターあたりにで、こちらもね、非常に綺麗ですね。ここはね、ちょうど座席エリア、まあ、テーブル席になっておりまして、あとね、こちら側にバーカウンターがあるんですけども、このね、テーブル席からも東京タワーをね、見ることができるっていうふうになっておりますんで、昨日の夜とかね、かなり混雑しておりまして、ちょっとね、テーブルエリアでね、一杯飲みたいななんて思ってたんですけど、満席ということで諦めました。まあ、このね、バーカウンターもね、非常に幻想的なね、雰囲気を醸し出していて、非常におしゃれな空間というふうになります。またね、この草って言っちゃいけないのかもしれない、観葉植物ですかね、はい、非常にね、プライベート感をね、演出している感じがして、非常にいいんじゃないでしょうか。利用されたい方はですね、早めに来た方がいいかもしれないですね。はい、やはりね、皆さんね、もう本当に目の前にね、東京タワーあるんで、ライトアップをね、楽しみながらね、利用する方で、ね、多いかなと思いますので、結構競争率はね、高いかななんていうふうに思いました。ということで、朝食はですね、洋食、和食、まあ、こちらのセットメニューですね、それ以外にアラカルト、個別注文ですね、利用することができます。で、料金はですね、ちょっとお高め6300円ということで、メニューとかね、今ちょっと画像流れてると思うんですけども、ちょっとお高めですね。はい、まあ、これはレストランのね、座席からもですね、窓際右側3列だけにはなるわけなんですけども、東京タワーね、見ながら食事することもできますんで、まあ、それもね、あるっていう感じですかね。ちょっと高いですかね。リッツカールトと日光よりも高いですね、という感じですね。まあ、料理に関してはですね、非常に美味しかったです。はい、で、有名なのはですね、アボカドの、私がね、注文した、マフィンの、アボカドの料理、あとね、ポーチドエッグっていうね、アボカドの料理があるんですけども、こちらもね、有名ということで、まあ、ちょっとね、どっちか迷ったんですけども、私はね、マフィンの方をね、選択しました。まあ、ここはね、人それぞれお好みがあるかと思うんですけども、両方ともね、有名というふうになりますんで、ここら辺からね、選んでいただくといいのではないのかなと思います。ということで、本日はですね、16時までレイトチェックアウトね、いただいておりますんで、あとでね、ちょっと軽くプールとかもね、利用して感想をね、言いたいなと思います。で、プールはね、予約制で
全部で1時間着替え含めてね1時間の利用しかねできないそうなので、まあ、ちょっとね後で利用して感想の方をね皆さんにお伝えできればなと思います。ということで本当にねこの東京一条ホテルね本当に映えスポットばっかりで非常に綺麗ですね。ということでちょっとね客室の方戻ってゆっくりしたいと思います。ということで3時を過ぎましたのでそろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。あれからですね今日のところは本当にねゆっくり利用させていただいてプールの方をねあの後利用させていただきました。プールね非常に良かったですね。ぜひねこのホテルね宿泊される方はですねレンタルウェアプールのねウェア自体は借りるとねお金がかかってしまいますのでぜひね持参して利用してみていただければなと思います。まあね25メーターぐらいのねプールでまあそこまで広いわけじゃないんですけどもやはりねこのホテルね一応高級ホテルっていう風になっておりますんで非常にねベッドでね横になって利用できる場所であったりバスタオルとかもね配備されておりましてまたねジャグジーとかもありますんで非常にね気持ちよく利用することができるのではないのかなと思いました。でそれ以外にもですねジムがありましてこちらね24時間利用することができてちょっとね映像流しておきますけれども結構ねジム大きかったですね。またねマシンもね結構たくさんありましたのでこちらもね便利に利用できるのではないのかなと思います。入退室はねルームキーでねできるようになっておりますのでそちらもね利用してみていただければなと思います。で今回ねマリオットボンボイのプラチナステータス特典としてはレイトチェックアウトね今回16時まで利用することができて、まあ、それ以外は朝食がついてないんで多分ね1000ポイントがマリオットボンボポイントねもらえるかなっていうところですかね。それ以外には基本的には多分プラチナステータスのね特典ではね利用できたところはないかなというふうに思うんですけどもまあこの今回ねポイントで宿泊してるんですけどもこの東京タワービュールームっていうのは、まあ、基本的にねポイントで取るとこの客室ではないと思いますので一応これはね客室は広くなってないんですけどもこのビュールームにねしていただけたっていう感じですかね。いや非常にねありがたかったですね。夜とかねやはり夜景もめちゃくちゃ綺麗でしたしちょっとね東京タワーね眺めながらねお酒なんかも飲ませていただいたんですけども客室で非常に良かったですね。そんなところでしょうかね。個人的にはね非常に大満足の滞在っていう風になりました。またねもうちょっと空いてる時にねアップグレードを狙ってね宿泊したいなっていう風に思いました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。私のチャンネルはですねこういったヒルトンホテルとかマリオットボンボイホテルまたね月額制宿泊サービスのねハフを利用してねホテル宿泊してレビュー動画ね出しておりますのでもしよければねそちらも見ていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。